ヌートバー直伝、ペッパーミル、パフォーマンス、の意味。複数のメディアによると、ペッパーミル、パフォーマンス、の元祖は18年のメッツだ。オープン戦期間中に選手間でチームの士気を高めるためにヒットを打った時のパフォーマンスを考えていたところ、ルーベン、アマロジュニア、一塁コーチの発案で、ソルト、アンド、ペッパー、塩コショウ、と命名されたという。英単語のグリンドには、引く、細かく砕く、の他に、身を粉にして働く、という意味もあるが、メッツのニモは当時、攻撃にちょっとした味付けを加えたかった、と説明。どうやら、チームに、刺激、をもたらし、料理に胡椒をかけるように、成功、を広げていこう、という意味合いが強いようだ。昨年9月8日の25歳の誕生日にチームメイトからレストランなどで使用する巨大ペッパーミルをプレゼントされたというヌートバー。カージナルスのレジェンドで、昨季限りで引退したプホルスが9月10日に歴代4位タイの通算696号を放った際にはベンチ内に持ち込んだアイテムを使って祝福している。大谷とヌートバー、そして、吉田の3人のメジャーリーガーが打線に加わり、破壊力が増した侍ジャパン。ペッパーミル、パフォーマンスで盛り上がる姿をもっと見せてほしい。バットのグリップ握ってるんじゃなかったのか。これかと思ったわ俺も、打ったぞ的な。ごますりかと思った。理由を聞かされても意味がわからなかった、わら。説明聞いてもさっぱり意味がわからん。この写真の顔がムカつくんだけど。今年日本で流行りそう。